ごめんね、部屋散らかってて。もう彼氏と別れた途端さ、もう片付けやる気起きなくて。てかありがとね、嬉しかったわ。私がさ、別れた振られたって LINE したら、もうすぐ駆けつけてくれたじゃん、家に。もう本当にありがとう、いい友達だわ。全然大丈夫だよ。むしろ、僕の方こそさ、お家上がっちゃって大丈夫だったの？いや、大丈夫でしょ、何が？やっぱ女の子のさ、部屋にさ、上がっちゃって大丈夫だったのかな？いや、マー君はさ、もうそういうんじゃないじゃん。普通に友達だから。それもそっか。うん、ありがとね、ほんと来てくれて。あれ。何？パンナコッタとね、タルトタタタタンを手作りでこさえた顔食べ。タルトタタンのこと？え、タルトタタタタン？もう言えた。あ、おいしそう、ありがとう。手作り？手作り、こうやってさ、作ったんだよ。タルトタタタタン、間違えたタタタン。今、間違えた。いろいろタが多いから。こうやってさ、やった顔食べ？こうやって魔女の鍋みたいに作ってくれたの？そうそう、こうやって美味しくなれってさ、作った顔食べ？ありがとね。もうさ、ただでさ、人恋しいっていうか、もう話聞いてほしくてしょうがなかったからさ、本当に嬉しいんだけど、お菓子までね、ありがとう。みゆちゃんがさ、その辛いのがさ、一番嫌だから、もう喋れることはもう何でも喋っていいからね。もう全部喋っちゃう。もうさ、3年浮気されてたんだよ、私。それはさ、もう才の手だ、それは。最悪だよ。才の悪だよ。だって私とさ、デートしたりとかさ、記念日祝ってた間もさ、ずっと浮気してたってことじゃん。もうすべてさ、綺麗な思い出がさ、汚く塗り替えられた感じだよ。それはさ、もうさ、そいつをさ、これパンパンパンってしてさ、バター塗ってこんがりやって、焼いて食べちゃいたよね。トースト？シュガーバターをさ、塗ってさ、甘くして食べちゃいたって。いや、ちょっとシュガーバターは贅沢なんじゃない？でもそれぐらいしないとさ、そんなやつはもうプーだよね。いいよ、砂利塗っとけば。プーだよ、それは。怒り方も可愛いね、マー君。それ怒ってんの？でもさ、今日はさ、みやちゃんのね、全部話を聞きたいから、もうね、朝まで話聞いてもいいと思ってんだよね。ああ、いや、私はさ、そうしてくれたらありがたいけどさ、あれ、マー君って今、彼女とか大丈夫？もし彼女とかやったらね。彼女はね、まあ、欲しいなとは思ってるんだけど、今はね、彼女いないから全然大丈夫だよ。朝は？明日はね、お昼からだから全然大丈夫よ。じゃあもうさ、お酒飲んでパーティーできるね。おさっぱしよ。おさっぱしよ。おさっぱ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 。あー、ちょっと気持ち楽になってきたわ。本当にさ、もうムカついてて、もう波のように彼氏への愚痴が、波のように、いや、湧き水のように、とにかくもう私の中からさ、溢れ出ちゃってんのよ。アルプスの天然水だよね。いや、泥水あんなやつ。絶対さ、そんなやつはもう許せないから、パン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 にすんの？あ、止まってく？ん？止まってく？うん。それは大丈夫なの？いや、なんか朝までって言うんだったら止まるってことじゃん。ただ、うちさ、ベッド一つしかなくて。あ、じゃあソファーでも寝れるから。私ソファーで寝るから。それはさ、絶対家主はさ、ベッドで寝なきゃいけないと思うんだよね。まあ、ちょっとさ、今この話し合いするの早いかなって思うかもしれないんだけど、なんか寝る間際にぐちゃぐちゃってなるの嫌だからさ、もう最初に決めて、もう愚痴言って、で、酒飲んで、もう寝よ。で、私もだから、ソファー。マークはベッド。決まり。それはでもやっぱ家主さんは絶対にベッドで寝るべきだと思うから。お子供に甘えて、だからさ、ベッドで一緒に寝るっていうのでいいんじゃないかな。マー君と？だって家
さんは絶対ソファに寝ちゃいけないと思うから、だからベッドで一緒に寝ればいいんじゃないかな。いや、え、いや、あ、そうだね、マー君別にそういうつもりじゃないもんね。いや、まあでも一応さ、まあ、あの男女だしさ、ちょっと一緒のベッドで寝るのはさ、どうなん、うん、でもさ、その今日はね、その嫌なことがいっぱいある、ねみやちゃんが嫌なこといっぱいあるっていうのを、うん、あの忘れさせたろかなって思って来てるんだよね。え、話聞こうかなとかじゃなくて忘れさせようと思ったの？まあ、話を聞いた上で、そのもしよかったら、あの俺が忘れさせたろかっていう気持ちで来てるんだよね。俺って言ってんじゃん、一人称。え、もしかして、え、そういうつもりで言ってたの？そういうつもりってどういうつもり？いやいや、こっちが聞きたいんだけど、だからそういうさ、なんか私が傷ついてるから、なんかいけそうみたいな、そういうことで言ってたの？ん、難しいくてよくわかんない。いや、まさかとは思うけどさ、え、なんかそういう、いや、え、マー君、え、そういうことなの？大人でしょ？え？うん、じゃあ今日は同じベッドにさせて。いやいやいや、無理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 。え、え、大人でしょってそういうこと？え？エッチな目的ってこと今認めたってこと？難しくてよくわかんないよ。なんでわかんないの？え、もういいよ。え、無理だよ。キモいよ。友達だと思ってたんだよ。嬉しかったんだよ。じゃあ、今日はそういう気持ちじゃないってこと？いや、無理だよ、絶対。なんで失恋してさ、男友達にそんなガッツかれなきゃいけないの？やだよ。早く帰ってよ。じゃあ、あの、ご要望にお答えして、あの、帰らせていただきます。うん、だって、あの、このパンナコッタとタルトタタンは、あとはあのお店で買ったやつので持ち帰らせていただきます。それでは。タルトタタンって言えんじゃん。足早、足早いや。わね、コンビニで買ったお酒代ペイペイで払ってもらおうかな。